朝起きても広がりが収まってまとまってる。今回は髪が広がる方が夜にしておく習慣について紹介します。朝起きたら髪がバサバサに広がって直すのが大変、そんな経験したことありませんか？私も見てもらうと分かると思うんですけど、髪が広がりやすくて朝起きたら髪が大変なことになってることがよくあります。でも朝っていろいろ準備しないといけないし、まず髪を直すところから始めるってなると結構時間もかかるし面倒ですよね。なので今回は朝髪がガラッと変わる、髪が広がる方が夜にしておくといい7つの習慣を紹介していきます。朝髪が広がる方、寝起きの状態の髪を少しでもまとまるようにしたい、朝の準備を少しでも楽にしたいという方、とっても参考になると思うのでぜひ最後までご覧ください。まず朝髪の毛が広がってしまう原因として考えられるのは髪の毛の乾燥とダメージです。まず髪の毛が乾燥していると髪の中の水分だったり栄養がなくなってしまって、とっても軽いスカスカの髪の毛になってしまいます。そのせいで髪がまとまらずに広がってしまうということが考えられます。また髪が乾燥しやすい理由として髪のダメージが大きく影響しています。もちろんカラーやパーマによって髪の表面のキューティクルが剥がれてしまって髪の中にある水分だったり栄養分を維持することができず乾燥してしまうっていうのもあるんですが、ドライヤーやブラッシングのやり方が間違っていて摩擦によってキューティクルを剥がしてしまっているっていうことも考えられます。そしてもう一つ考えられる原因としては髪を乾かしきれていないということです。髪の毛には水素結合っていうものがあります。髪の毛の中には鎖のようにこうねつながった骨のようなものがあるんですけど、この骨は濡れているとバラバラになって乾くとつながるっていう性質があります。これを水素結合って言うんですけど、この骨は水分が抜けた時につながって、その水分が抜けた時の髪の形状を記憶するんですね。つまり髪が乾ききっていない状態で寝てしまうと枕に髪が押し付けられてぐしゃっていう形のまま水分が抜けて、その時の形を髪が記憶してしまうので髪がすごい広がったりとかぐしゃぐしゃってなったり寝癖がついたりするんですね。でもさっき髪から水分なくなるのダメって言ったじゃんって思う方もいると思います。もちろん髪の毛にはある程度の水分が必要になります。さっきも言った髪の表面にあるキューティクルが髪の毛の蓋の役割をしてくれていて、髪に必要な水分だったり栄養分が抜けないように蓋をしてくれているんですけど、このキューティクルが剥がれてしまうことによって髪に必要な水分までも抜けていってしまうっていうのが問題なんです。なので今言った2つの原因を対策するためには夜寝る前にしておくヘアケアがすっごく大事なんです。では今からその方法を実際に私の髪を使いながら説明していきますね。では夜寝る前ということで1回シャンプーしてきます。はい、今シャンプーをしてきました。それでは早速説明していきます。夜にしておくといい7つの習慣、1つ目は優しくタオルドライをすること。皆さんタオルで髪の毛を拭くときにこうやってふわーってやってないですか？髪が濡れている状態でもうバーってゴシゴシってやってしまうとキューティクルが剥がれてしまって髪が広がる原因となります。濡れている時の髪の毛って敏感でダメージを受けやすいし、毛先の方なんてね特にダメージしやすくて切れやすくなっちゃうので、タオルで優しく包み込むようにして水分を取るようにしましょう。まずは根元の方からこんな風にマッサージをするような感じで頭皮の水分を取ります。でその後に水分がね下に落ちてくるので毛先の方をタオルで包んで優しく握ってあげる。軽くポンポンポンってしてもいいかなと思います。これを数回繰り返します。はい、そしたら次2つ目がフォーミングをするです。こういった目の洗いコームを使います。先にコーミングをしておくことでドライヤーをかけている最中も引っかかりにくくなるし、乾かした後も髪がまとまりやすくなります。このコーミングをする時も髪の毛が濡れていてダメージ受けやすいので優しく優しくコーミングしてください。で最初からこうね一気に根元からガーっていくっていうよりかは毛先の方から順番に溶かしていくと引っかかりもなく髪にダメージを与えずにコーミングすることができます。で私のように前髪が短い方は乾かす前にこうコームを使って前髪も前に下ろしておくと前髪の変な跡もつきづらくなるので、こんな風にね前に下ろしておくといいかなと思います。はい、そして3つ目が洗い流さないトリートメントをつけるです。洗い流さないトリートメントをつけることによって髪をドライヤーで乾かす時の摩擦だったり熱から髪を守ってくれる効果もあるし、髪をコーティングしてくれてキューティクルが剥がれにくくなります。なので髪がしっかりと保湿されてまとまりやすい髪の毛になってくれるっていうことですね。洗い流さないトリートメントについてはオイルタイプでもミルクタイプでも自分の髪質に合ったものを使ってもらっていただければ大丈夫なんですが、特に髪が広がりやすい方は油分の多いミルクタイプを使うことをおすすめします。
私も広がりやすいのでミルクを使っています。トリートメントをつけるときは必ずダメージの多い中間毛先から、内側も外側もねしっかりつけてあげてください。でボワンと広がりやすい方はこう真ん中分けて、この中の方もしっかりつけてあげると後から広がってくるホーモーモアっていうのも軽減することができます。はい、これでしっかりトリートメントがついたら、次4つ目、もう一度コーミングをする。今つけた洗い流せないトリートメントをもう一度コーミングして、さらに均等に全体に行き渡らせていきます。手ぐしだけだとどうしてもやっぱり限界があるというか、ちょっとムラになってしまうこともあるので、もう一度コーミングしてしっかり均等になじませておきましょう。この時も下から順番に溶かしていくと髪の毛に負担なく、自分自身も引っ張られてイタってならなくて済むので、下から順番に優しく優しくコーミングしてください。はい、そしたら5つ目、髪を軽く引っ張りながらドライヤーをする。最初にも言ったんですけど、髪の毛は乾く時にその時の髪の形を記憶してくれる性質があります。なのでドライヤーで髪の毛を乾かす時に、軽くまっすぐにするぞっていう気持ちで軽く引っ張りながら乾かしてあげると、髪がストレートの状態で形を記憶してくれるので髪が広がりにくくなります。ただこの時にあまりにもねしっかり引っ張りすぎちゃうと頭皮に負担がかかってしまうので、そうすると抜け毛の原因にもなりますし、濡れている髪の毛は切れやすくなっているので切れ毛の原因にもなってしまいます。なので軽く引っ張りながらドライヤーをするようにしてください。でドライヤーの風もこう下からバーって当てるんじゃなくて、上から下に向かって風を当ててください。最初から髪を引っ張って乾かすっていうよりかは、ある程度根元を軽く乾かして、その後中間毛先ですね、このうねりが出やすい部分を引っ張りながら乾かしてあげるといいかなと思います。もう根元の方からもともとすごいわーってうねりが出る方は最初から引っ張ってもらって乾かしてもらっても大丈夫です。根元がペタンと潰れたくない場合だったりとか、この根元のギリギリのところはあんまり癖が気にならないよっていう方は、ある程度根元をファーッと乾かして、根元の部分乾いた後に軽く引っ張りながら乾かしてください。ではそこまでやっていきます。はい、今髪全体が9割ほど乾いたんですけど、ここから次はブラシを使いながら乾かしていきます。これをすることで髪全体が綺麗にまとまってくれて、朝になってもまとまった髪をキープしてくれます。ブラシを使いながらこうね技術的なことをするのが苦手っていう方は、もう普通に溶かすように使って上から風を当ててもらうだけでも全然大丈夫です。それだけでも全然変わるので、ぜひやってみてください。ブラシもなるべく表面溶かしながら風当てて、内側からブラシ入れて風当ててってやっていくと綺麗にまとまってくれます。でブラシをするときは最初に全体的に軽く溶かしておいてください。やっぱりドライヤーすると若干髪の毛って絡まるので、ブラシを通す前に一回軽く溶かしておくとやりやすくなります。でこの時も毛先から順番に溶かしてください。はい、ではこれでやっていきます。はい、これで全体が乾きました。この状態でもだいぶまとまってますよね。最初の髪の毛と全然違う。では最後に6つ目は冷風を当てていくです。今こうね触ると分かるんですけど、ちょっと髪の毛熱いんですよね。この辺とかもちょっと熱がこもってる状態。この状態だとこの後の髪の動きで変な癖がついてしまう可能性があるので、最後に冷風を当てて冷ましてあげることで、このまっすぐな形をしっかりキープしてくれます。しかも冷風を当てることによって髪がキュッと引き締まってツヤも出るので、必ずやるようにしてください。この時も一緒、上から風当てて髪の毛をまっすぐにするぞっていうイメージで、軽く手ぐしを通しながら乾かしてあげるとよりツヤツヤになります。はい、これで完成です。髪がしっかりとまとまっていい感じですね。さっきの動画ちょっと巻き戻してみてください。ひどいですよ、私の最初の髪の毛。そう思うとこれだけまとまったらめっちゃ楽ですよね。で今もこの状態でしっかりまとまってくれているんですが、このやり方だったら朝起きても髪の毛がきれいにまとまってくれてます。朝の準備もねすごく楽になるので、ぜひ参考にしてください。はい、ということで以上が夜やっておくといい髪が広がらない7つの習慣でした。どうですか皆さん、わかりましたか？今言った7つのポイントを押さえるだけで朝の準備も楽になるので、ぜひやってみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。